りょうチャンネル。山本亮太です。ですね、今はりょうちゃん品川駅にいます。なぜかというと、この後一人でちょっとあの名古屋の方に、名古屋ですよ、名古屋の方にお仕事に行くんですけど、ちょっと俺同行したいから俺も行かせてっていう人が急に現れたんですけど、ちょっとその人と今から名古屋に行ってきたいと思うんですけど、じゃあちょっとその人を紹介しますね。巷で有名なあのローランドさんです。どうもローランドです。ローランドチャンネル。ですね、稲葉ひかるです。ちょっとあの一回これさ外していいかな、今日ね本当は日帰りだったんですけど、一泊してじゃあ次の日ゆっくりロケしようかなってなって、一緒にねこの親友とこの相方と今日はちょっと旅をしたいと思っております。はい、名古屋。いきなりなんですが、もう別行動で僕は一人でちょっとお仕事に行ってきます。一人で名古屋楽しみです。じゃあまた。はい、ということで大須商店街の方にやってきました。はい、見てください、お小遣いいただきました、りょうたから。じゃあ今日はこれで美味しいもんいっぱい食べようね。はい、行きましょう。よし、じゃあ行ってみましょう。行きましょう。あら、ってみませんか。じゃあまず僕の分は、恋愛はどうなんでしょうか。これ恋か。大吉。まあ持ってるね。鉄は熱いうちに打ちなさい、チャンスと見たらすぐにとことん行動あるのに。恋だったよ。でも恋の方の大吉、ね。うん、これはでもこれを仕事運だと思ってありがたくいただきます。じゃあ次亮太の分だってなってやるか。じゃじゃん、末吉。あららなんとも微妙な。小さなことにも全力で取り組むあなたの美しい姿があの人を引きつけるのよ、誰も見てなくても全力で。だって引くでしょ。あ、僕ですか。引くでしょ。まさかのマネージャーの分まで買ってくださいました、ヒカルさん、ありがとうございます。いや、おお、待って、大大吉。一番いいの引いてるじゃん。中吉とかいろいろあるじゃん。なんか結び合って種類なかったっけ。写した。めっちゃうまそうこれ。はい、どうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。熱々、いただきます。めっちゃ美味しくないこれ。めちゃくちゃうまいわ。うん、香ばしい、すごく。みたらしなのに甘さの中に香ばしさがあって、醤油がしっかりしてて、団子も歯ごたえもちょうどよくて、うん、俺多分これ人生初食レポです。焦げがまたいい味出してますね。うんうん、ね、印象はどんな感じだったんですか。先輩として俺より早くいたから最初はなんか、うん、あ、山本くんって言ってんだけど、彼の明るい性格なのか、なんか人懐っこい性格なのかわかんないけど、いつの間にかもう亮太亮太って呼んだね。なんかいつの間にか。そう、喧嘩とかはなかったんですか、その間で。俺一回も亮太と喧嘩したことないんだよね。俺が結構適当な人だから、そういうのでもなんか文句言わずにちゃんと見てくれるっていうか、ところが深いです。でもやっぱり一番優しいんじゃない、みんな思うと思うけど、優しくないと多分みんなついてこないでしょ。ずっとそうだからね、昔から本当に面倒見がいいから。だから本当後輩とかからもすっごい慕われてるし、ちっちゃい頃から一緒にいるけどさ、やっぱり相性がいいよねと勝手に俺は思ってます。じゃないとさ、そんな一緒にいれなくない。1年のうちに1回も会ってないなんてことなんて1回もないわけで、やっぱりお互い相性がいいんだと思う。一緒にいて楽だし、すごく。この間だってあれだよ、2020年か、俺の誕生日を、祝ってやるよっつっていきなりその日に電話来て、そのままフグ連れてってもらって。ああ、フグね。お会計が1万ぐらいやったんだけど、次俺がリョータの誕生日だからっつって、そのリョータカニ好きだからあのカニ連れてってあげて、お会計が俺2万ぐらいしたんだよね。俺のが倍ぐらいしてるって言ったら、いや俺払ったの3万だからって言われて、いやちょっとやめましょうよ、褒めたたえるかいっすよ。あとリョータは人のことさ、誕生日を祝うのがすっごい好きなのよ。
だからあのよくみんなの誕生日会とかを両太企画でサプライズを考えるのがすっごい好きで、でもその反面自分がサプライズで祝われるのがすっごい恥ずかしいの。なるほどなるほど。だから亮太の誕生日に一回サプライズでみんなでリムジンを借りて誕生日お祝いしたことがあって、その時に亮太がなんかもう照れちゃってなんかちょっと泣きそうになってんのもあーなるほどなるほど。こだわりがある分亮太自身も大変だし周りにいる人もすごい大変だとは思うんだけど、その分作品情熱があって愛情があるから、だから多分きっとみんなついてきてくれるんじゃないかな。ということで以上東商店街からでした。亮ちゃんはお仕事帰りです。ホテルがねマジでなかった、急遽だったじゃん。でもいい部屋じゃん、めっちゃ本当に、うん、でね亮ちゃんね基本ね和室が好きなの、うん、和室、ああここにニキビできちゃった。かわいい。待って待って、じゃあ俺もやってやってみていい？いいよ。ああ、ここにニキビできちゃった。かわいい。何してたの今日？今日は平田のマネージャーさんと、うん、大須商店街でロケしてました。おお。平田に1万円もらって。いいもの食べれた？平田のマネージャーさんが、うん、3000円の乗船で送ってました。ちょちょじゃないよね。領収書見てびっくりしたもん。ヒカルがザルスマ1200円。で今回、はい、その大須商店街で、はい、なんかプレゼントもう用意できたらいいかなと思って、お前に誕生日以外のプレゼントなんてもらったことない。買ってきちゃいました。絶対期待しちゃいけないやつ。イラブヒカルですよ、うん、これをつけて、うん、明日、うん、挑みたいなって、うんうん、タイツだ。まさかの名古屋でタイツ。笑ってんじゃないよ。なんとなんとマスクでございます。しかも何がすごいかって、うん、冷感マスクでございます。だから夏でもバッチリ。何この宣伝や。これどれなの。俺はどれがいいの選んでもらおうと思って、うん、でも可愛いね。可愛いっしょ、うん、普通に可愛い。青青にしよう。青すごいよ。ちょっとちょっと待ってね、うん、ちょっと待ってね。今日ね亮太のために、うん、何おみくじ引いてきてあげたの。勝手にね。本人がいて引くものだよね。まあそうなんだけども、うん、いなかったじゃん、はい、だから代わりに引いてあげようと思って。ありがとうございます。恋みくじだったのね、ちょうどあったのが、はいはい、なんと亮太くん、はい、末吉でございました。末吉っていうのはよくない方じゃない？吉の中では一番下の方かな、きっと。ちなみに、うん、今日は青色に注目、うん、今日は青色に注目。ヒントがあるんだよ。すごいよ、だからこれはすごい。いいじゃん。そうだからラッキーアイテムつけて、引いたのはヒカルだけど、うん、これを引いたのは俺ってことでしょ。そうだよ、うん。じゃあこれを視聴者の皆さんにプレゼントします。なんでやねん。なんでやねん。違うか。ラッキーアイテム。でも今日そういう一日をね、俺がいない中過ごしてたのね。そう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 。じゃあ充実したんじゃない？めっちゃ充実した。いいじゃん。はい。こっからまだちょっと夜長いんで、うん、ちょっとなんか俺からね、ヒカルからプレゼントもらったじゃん。俺からのちょっとプレゼントしたくて。ちょ待って、心が。全然俺がやりたかったこと違うんだけど。全然違う。2021年が良い年になるように。ああ